はい、こんにちは、伊藤信郎です。今日はですね、7月2日から7月12日までの10日間で体重を8キロ落とすっていう減量の8日目、7月10日ですね。7月2日の時点で体重69キロだったのですね、あと2日で61キロまで落とさなければいけないんですけど、もうね、追い込みということでこれから走りに行ってきます。食事もほとんど食べてなくて、あとはもう水分で落とすみたいな状況なんですけど、今これはね、カッパです。このヤポロシャツにヒートテックですね、薄めのヒートテックのタートルネックを着まして、ちゃんとパンツに入れてね、これまたアイヒートのちょっと厚手の長袖、これを着て、でラストカッパを着てね、こんな感じで走りに行ってこようと思います。ランニング終わった後に体重を測りたいと思います。ではまた。でですね、走る前にこれを飲んでおきます。完全にね、カラッカラの状態で走っちゃうと、もうあの筋肉をね、そげ落としちゃうんで、こういうアミノ酸系のね、ゼリーとかを取っといて、なるべく糖分をね、筋肉から削らないようにして走りに行きます。じゃあ行ってきます。はい、ということで、あ、これでね、はい、ということで帰ってきました。どうですかね、10キロ、10キロもないぐらいを1時間半ぐらいちょっとかかっちゃいましたね。もう後半ずっと歩いてました。くったくたになりましたね。やっぱ水分ないとしんどいです。でね、もう帰って速攻体重測ったんですよ。そしたら 62.9 で、まあね、カラッカラの状態だからそれであって、どうでしょう、61はちょっときついですね。今日で 62.9 だったから、もう一回このね、もう一回このクソしんどいランニングを行ってきて、明日一日何も食べずに、それやればね、 61.9 とかいけるかもしれないんですけど、ただ問題はもう明日はちょっと走れないんですよね。走りに行く時間がないので、だからそういう意味もあって、もう 62.9 が打ち止めじゃないかなって、ね、思っております。まあまた明日体重測って結果をね、出したいと思います。ちょっと間違えてて、12日までなんで、11日が体重測る最終日なんですよ。だからそんな感じで10日間ダイエット8日目、現時点で約6キロ落ちました。そんな感じでした。またね、ありがとうございました。イエーイ。あー、はい、というわけでですね、本日は7月11日、10日間の減量が終わりまして、気になる体重はですね、 62.5 キロ。だからね、61まではちょっといけなかったんですよ。まあ61まではいけなかったんですけど、ちょっとね、もうこれ以上やっちゃうとあんまり良くないなっていうのでね、とりあえずここでストップさせておきます。今の状態はですね、2キロか3キロぐらいは水分で減らした状態でして、もうですね、まあ今結構水分もう飲んでるんですけど、水分飲む前に体重測って、もう今飲んだ状態なんでまあいいんですけど、脱水症状になるとすげえね、体を釣りやすくなるんですよ。だから今もちょっと油断したらね、なんかもう指を釣ったりだとかね、胸の辺がね、ピリピリ釣ってきたりだとか、結構ね、なかなかの状態なんですよ、この状態。こっからさらに1キロ落とすことはまあ可能ではあるんですけど、実際に今こうやって喋れてるから、その本当にやばい状態になると、もう声もね、喋るのもしんどいぐらいになるので、まあこの辺にしておきたいと思います。いやはやいやはや、まあでもね、7月中はずっとドラマの撮影があるので、こんぐらいをキープしながら、増えても63、なるべく64まではいかないようにね、62、63をずっとキープしながら、まあ、7月をね、乗り切りたいと思います。まあ、ダイエットの難しいのは、いろんなダイエットをしてきた人は分かると思うんですけど、ダイエットの大変なのは、ダイエットした後なんですよね。落とすまでは、結構ね、気が張ってるので、落とせるんですよ。なんとか頑張って落とす、みたいな感じで。ただ、その落とした後に、そのね、体重をキープするっていうのがすごく難しくて。だからね、僕も結構それでもうリバウンドなんかもどんだけ繰り返したんだっていうぐらいリバウンドは繰り返してますし。だからね、それはなかなかむずいんですよ。で、リバウンドしない痩せ方っていうのはどういうことかっていうと、もう僕がやってることはもう完全に間違ってて、もう長期間を見て体重を落とすこと、それがね、一番リバウンドしない秘訣なんですよ。僕が63から4をずっとキープしたいって言ったじゃないですか。ある意味それもダイエットになってるんですよね。63から4キロをずっとキープし続ける、例えば1ヶ月だったり2ヶ月とか3ヶ月とか、それをキープし続けるっていうのもね、まあ、ダイエットなんですよ。だから人生一生ダイエットみたいな感じで、極限にね、短期間でね、やろうと思うと絶対苦しいんですけど、ダイエットのね、本当の意味をちょっと今すぐ出てこないんで何とも言えないんですけど、本当の意味はね、なんか健康みたいな意味も確かあった気がするんですよ。でもう常にねその暴飲暴食はなるべく控えるとか、まあ、暴飲暴食をしたら次の日は運動するだとか、そういうのを常に心がけて1年かけて本当じわじわね、落としていくっていうことをやるのが一番健康的なんですよね。だから
皆さんもねダイエットするって思った時はねとりあえず体重を落としたいとは思うんですけど、とりあえず落とすとねやっぱ戻っちゃうから、なるべく体重を落とすっていうよりも筋肉をつけてたくましくなるとか、脂肪を削ぎ落として細くなるとか、そういうね考え方にした方がいいのかなと思います。体重を気にしちゃうとねやっぱ良くないのでね、まあそんな感じでまとまんなかったんで申し訳ないんですけど、こんな感じで僕の10日間ダイエットでした。まあね、でも今月はずっと続けていくので、ぼちぼち今こんな感じですみたいな動画は多分たびたび上げていくと思うんですけど、まあそんな感じで結果は 62.5 キロで10日間で 6.7 キロの減量になりました。そんな感じでありがとうございました。またね。